こんにちは、動画ファンの成田です。今回はテキストの文章、画面の文章ですね。この文章を音声で読み上げて音声ファイル化してくれる、無料ソフトテキストークをご案内いたします。動画を作成したりするときに、どうしてもナレーションとかを入れなくてはいけないんだけれども、自分では喋りたくないという方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。そんな時に使えるソフトとなっております。無料のソフトです。それではまず、ダウンロードしていきたいと思います。いつも通りです。こちらの解説ページ開いていただくと、インストール先がありますので、こちらのテキストーク、このリンクをクリックしてください。そうすると公式サイトの方が開きます。こちらのご利用方法とかファンクションなんかもありますので、わからないことはこちらをご覧いただくとよろしいかと思います。ダウンロードボタン、こちらをクリックしてください。はい、そうするとベクターという、ソフトのダウンロードサイトに飛びますので、少し下へスクロールしていただくと、ダウンロードページへという緑色のボタンがありますので、こちらをクリックします。はい、そうすると今すぐダウンロードという大きな緑色のボタンがありますので、こちらをクリックします。そうするとダウンロードの方が始まりますので、完了するまでしばらくお待ちください。はい、このような表示になりましたらダウンロードの方は完了です。こちらちょっと一回開いてみましょう。そうすると、パソコンの方に回答ソフト入っていなければ、回答ソフトを入れて、開いてみてください。回答をしてください。そうするとこのようなフォルダーとなっております。こちらのフォルダーからそれでは、利用をしていきたいと思います。通常使うときはこのテキストークというフォルダーが作成されますので、こちらをダブルクリックしていただくと、こちらの画面が開きます。ここでは実際に使っていきましょう。このテキストーク .exe というこのアプリケーションファイルですね、こちらがソフト本体となりますので、こちらをダブルクリックして起動してください。はい、そうするとこちらがテキストークの起動画面となっております。それではですね、今回はこちらにテキストメモ帳で、これは鶴の恩返しの冒頭部分ですね、テキストで作成しておきました。こちらの文章をテキストークで読み上げてもらいたいと思います。この用意したテキスト文章を、全部選択して、で右クリックしてコピーをしてください。そしたら今度はテキストークの画面に来て、この大きな真ん中の白い入力部分ですね、ここに右クリックして貼り付けとやっていただきますと、用意しておいたテキスト文章が貼り付けられます。であとは、こちらの緑色の三角ボタン、再生ボタンですね、こちらをクリックしていただくと再生が始まります。ちょっとやってみたいと思います。そうするとこんな風にここにちょっと変換中という、表示が出まして、今ちょっと聞こえているかと思いますけれども、こんな風に読み上げが始まります。はい、で今停止しましたけれども、これで一時停止、この四角いボタンで停止となります。で、ですね、今女性の声だったんですけれども、ここをクリックしていただくといろんな音声が選べますので、例えばじゃあ男性の声で読み上げてほしいときはこんな風に男性の声で読み上げもできます。そしてですね、こちらの読み上げの音声ファイル、読み上げた音声ファイルは保存しておくことができます。こちらの赤色のこの音声ファイル保存というボタンですね、こちらをクリックしていただくとこのように保存先が選べますので、どこでも OK です。じゃあ例えばデスクトップに、それでは今回は鶴の恩返しなので鶴とかっていうふうに分かりやすくファイルに名前をつけて、そして MP3 で保存ができますので、保存とやっていただきますと、音声に変換して保存の方が完了します。これで保存が完了いたしました。ちょっと確認をしてみましょう。それでは
デスクトップ見てみましょう。そうするとここにツールという MP3 が保存されておりますね。これで、音声ファイルの方が保存できました。またこちらの緑色のボタン、テキスト読み上げ設定というこちらですね、ここをクリックしていただきますとこのような表示が出てきます。でここで、よく使う単語を登録しておくことができます。例えば、私のサイト名ですね、動画ファンと入力して、そして、この読み仮名の方にひらがなで動画ファンと入力して追加とやっていただくと、よく使う単語はこんな風に登録をしておくことができます。とても簡単な、ソフトです。テキストーク、文章の読み上げ、ナレーションなどが必要なとき試してみてはいかがでしょうか。それでは以上となります。最後までありがとうございました。